ゃあお前らサイゼリアで何食う？ミラノ風ドリア食うじゃん。で渡辺捕まえて仏の顔は3度まで。そうパエリア。これ米、海産物、香辛料。米は一番最初イベリア半島でどういった連中が作り始めた？ローマ人。まず大事なこと言っとくね。イタリアは米を食いますよ。え、だってお前らサイゼリアで何食う？ミラノ風ドリア食うじゃん。イタリアは米を食うぞ。でローマが入ってきて米を作るわけですよ。え、だってイベリア半島は何系ですか？ラテン系じゃん。ラテンっていうのはローマ人ですよ。イタリア半島ローマからバーって広がってフランスとかイベリア半島スペインポルトガルに展開したわけ。あの辺ラテン系じゃん。ラテン系っていうのはローマってこと。もともとローマの言語はラテン語ね。ラテン語ね。でまあ海産物はまあこれ地中海なのでまあいいでしょう。で香辛料っていうのはこれ2段階あって、最初イスラム教徒が香辛料を持ってくるわけよね。インドとかモルッカ諸島から。で後にスペインポルトガルは直接香辛料を持っていくわけですよね。で米に関してもう一回着目したいんですけど、ローマ人が米を作ったんだけどあんまりうまくいかないんですよ。なんでかというと、スペインとかポルトガルって日差しが強くて水が蒸発するわけで、イスラム教徒が入ってきてカナートを作る。カナートっていうのは地下水路ね、水が蒸発しないように。でこれで米がすげえ作れるようになったわけ。ラテンは米食うからね。だからイタリアもスペインもフランスも南の方も米食いますよ。でまあエビとか入ってるんやけどさ、豚肉を入れる場合もあるんですよ。何が進んで豚肉入れるか分かる？おお、レコンキッサ。キリスト教徒がイベリア半島をさ取っていくじゃん、イスラム教徒から。でお前さ、もうイスラム、お前イスラム教徒じゃないよな、じゃあこれ食べようか一緒にって感じで豚を入れるわけよ。でやっぱり僕食べませんって言ったら、あお前イスラム教徒だなみたいなね。ジャマエフ君も豚は無理だったよね。あの大学院の陰性部屋なんだけど、陰性部屋で控えてて、ゆげくんこれ美味しいねって言って、あのめっちゃ豚骨ラーメン食っとるんよ。でわーと思ってこれ言った方がいいんかなと思ってさ、ジャマエフ君はそれ豚だよって言ったんよ。もう、え、豚のどこの部分だよ、したら、いや骨の髄だよって言ってさ、もう本当にあれだよね、なんか音もなく丼を落とすっていうさ、あ初めて見て。やっぱね、イスラム教徒すごいよ、本気だもん。高尾山にね、ピクニックに行こうってなっとったんよ。で渡辺ってやつが、明日晴れるといいなって言って、そのてるてる坊主を作ったんやけど、結局その雨降ったわけよ。でなんだよ新しいなって、てるてる坊主に言わしゃいいのに、あらって書いてったんよ。そしたらもう偶像さえ禁止になるわけですよね。もうジャマエフ、まあエリートなんですげえ、ね、まあね勉強するんですけど、もうめっちゃ流暢な日本語で、渡辺どこだと。で渡辺捕まえて仏の顔は3度までしとけよ。いよ日本語覚えるのはうまいけど、それはお前が使うことじゃないよなみたいなね。いやだからマジイスラム教徒ね、本気だからね、やつらね。